バラバラになりかけていたエオルゼアがまた一つになってくれたわね。そしてエオルゼアの牙がまだ折れていないことが証明された。祖父もこんな気持ちだったのだろうか。あれも君の超える力なのかい。まさか。ただ暁というほのかな明かりが世界を照らした、それだけよ。あら、ちょうどよかった。私たちも今戻ってきたところよ。今開けるわ。大丈夫よ。担当国のグランドカンパニーと連絡を密に取り、作戦を詰めてくれ。ウルダハはシド、頼めるか。任せろ。さて、忙しくなるな。燃えてきたぜ。忙しくなるわね。さっきやいい。私たちは以前から天使いアシエについて調べてきたの。古の時代より歴史の影に潜み、常に混乱と戦を煽ってきた者たち。アシエンは実体を持たぬ不死の存在よ。黒い水晶、闇のクリスタルを媒体に、それを手にした者に憑依する。結論から言うわ、サンクレットは救えます。これが闇のクリスタル。それはエオルゼア各地の変属性クリスタルを解析して作られた研究用のレプリカ。たった今、私たちの後援者でもある組織バルデシオン委員会から取り寄せたものよ。サンクレットには闇のクリスタルとアシエンについて調査をしてもらっていたの。彼は賢人の中でも腕利きだったわ。だから油断していた。まさかこんなことになるなんて。彼はルイゾアのじっちゃんが亡くなったのを契機に、みんなに少しでも頼られる存在になろうとしていた。いつの間にか自分のことを俺なんて言い出したりしてたね。その焦りがアシエンに憑依される隙になったか。サンクレットの持つ闇のクリスタルを破壊すれば、きっと憑依は解かれる。そうすればサンクレットは助かるはずよ。あなたにはいろいろな協力をお願いしてきたわ。これが最後のお願い。どうか彼を助けてあげて、そしてエオルゼアの平和のためにあなたの力を貸して。本当にありがとう。5年前、混乱の渦中だったエオルゼアは光の戦士たちと呼ばれる英雄に救われた。エオルゼアを渡り歩き、数々の蛮神を倒してきたあなたこそがあの時の光の戦士たちだと噂する人々もいるわ。だけど私はそんな噂どうでもいいの。
私はあなたをエオルゼアに生きる一人の勇敢な冒険者としてお願いしたわ。過去の英雄は記憶の中に消えた。でもあなたこそが今このエオルゼアを救うために母なるクリスタルに導かれた光の戦士だと、そう信じています。行きましょう。神々に愛されし地、このエオルゼアを救済するために。
you